株式会社ヤマコーは、山形県山形市に本社を置く、同県内陸部を地盤とするユトリアグループの中核企業である。旧称は、山形交通。1943年10月1日、戦時体制下の陸運動制によって、山形県の地方施設会社であった、三山電気鉄道、小花沢鉄道、高畑鉄道とバス会社であった山形交通自動車、紹介。 芋村自動車の5社が合併。さらに老いたま村山、最上の個人運輸事業者を吸収し、山形交通として発足した。存続会社は宮山電気鉄道。戦後1948年には、山形市上野山町間にトレーラーバスの運行を開始し、加えて山形市米沢市長井町では急行バスの運行も始めた。高度経済成長期には、 県内においても観光ルートの整備が進み、それに沿って白布温泉まで定期バスの運行を始めたほか、座王エコーラインが開通した際に分かっただけまでバスの運行を開始した。1972年6月には、県とにおける路線バス運行の拠点として建設していたバスターミナルである山高ビルが山形駅前通り沿いに開業した。 しばらくは鉄道とバスを併営する運輸業者であったが、1974年までに鉄道線は全廃した。また、モータリゼーションの進展によって、県内陸地保全域に展開していた路線バス網もも、乗客の減少に歯止めがかからず、多くの路線が廃止あるいは自治体バスへの転換が、図られた。九百六十年代後半から経営の多角化に乗り出し、 1975年4月には、藤との合弁で、山港フットサービスを設立。さらに1984年には、富士ゼロックスからの呼びかけに応じ山形応援機器を設立するなど、多くの関連会社を設立した。また、山形新聞、山形交通グループを形成し、グループ内の主軸の一社として、県内において大きな影響力を行使していた。 1993年に CI を導入の上でバス車体に描かれているロゴマーク、ユトリアを制定した。ユトリアとは、ユートピアとユトリの造語で、ユトリ社会を開くグループの方向性を表すとしている。以後、グループ企業群は、ユトリアグループと総称される。1997年10月1日に、山形交通が観光レジャー事業を強化することを目的に、 グループ企業であった山高工業、山高観光、山高ランド、山高商事、東京バス観光などを合併し、同年12月、社名を山形交通から山高に変更した。また、バス事業は山高バスとして分離し、独立採算を徹底させる方策を取った。このほかパチンコホール会社の設立を一時模索したが、それを断念した上で、 アサヒビールなどからの出資を得て、山港アサヒビール園を設立した。2000年代に入り、座王温泉スキー場の利用客減少による、作動事業等の不振、不況の長期化、さらに会計基準の変更に伴う、退職給付債務の表面化や、土地の含み損に対する減損会計の適用、加えて、利益上預金の減少によって、バランスシートも傷んだため、山高は、 時代の変遷に対応するため抜本的な経営改革に入った。こうした中、天元大高原スキー場の運営会社である天元大の生産を決断した一方で、上山氏が資本参加撤退の意向を示した、ザオーボータイラ高原のスキー場であるザオーボータイラライザワールドスキー場などを運営する第三セクターザオーエコーランドの株式をべて同志から取得し、 山高の関連会社である山高リゾートと合併させた。また2000年にオープンした天道市のワクワクランド内の物販施設、ゆとりプラザの撤退など事業の選択と集中を断行した。2011年4月には高齢化社会の到来を踏まえ、山高を母体として社会福祉法人、ゆとり会を設立。同会は山形市内で高齢者施設を運営しているほか 2017年4月、東根市に保育園と特別養護老人ホームを開設した。後地は増床の上で、天道八文字屋が出店。ありがとうございます。